1942年11月14日朝、曇り、ソロモン諸島海上。昨晩はずっと戦っていましたけど、全く眠くないです。今、朝日が海面から昇って太平洋を赤く染めました。しかし、この風景は私たちの破壊の運命が迎えてくるの象徴になります。ヒエボーは昨晩の遭遇戦で
This story is not yet finished. Spawning soon.